あなたの誇りと志はその鋼の装束より固く気高い。次はその進化と手合わせ願いたいものです。ジョニー vs カイ、ゲットレディトゥロー。Here comes a daredevil. Who dares to enter the mayhem? Leo White Castle Wardroom. Leo versus Kai. Get what? Heaven or hell. Duel. Duel. One. Let's rock. Kick. 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 どうだ見切った。どうだ。
Keep on rock.落とし物が届いております。多分ねアイミーカードだと思うんですけれど、ロザリオとヴァンパイアのカードが挟んでありついでに何か ありがとうございます。Heaven or hell, duel, one, let's rock. まだまだねエントリーの方は受け付けております。はい大丈夫です。少女に手を挙げるなど私が道義を語る資格などないかもしれませんが、
レディー失礼しジョニー vs カイ Get ready to go Here comes a daredevil Who dares to enter the main Soul Vanga Soul vs Kai Get ready to go Heaven or Hell Duel 1 Let's rock事前エントリーされている方はエントリーの際ね、その旨を伝えていただけをお願いいたします。腕前になっちゃうわけですね、書いていただいたのに書いてもらうのもあれですので、はい、どうぞ。見えてますよ。どうしたの。ここだ。ここだ。Keep on rocking.さあ、今日も京都で60人ぐらい。大変混雑しておりますが、空いてる椅子には座らないでいただきたいのと、ご自分のお荷物の管理はね、必ず徹底していただきお願いいたします。本気を見せましょう。デュオ3 All or nothing。 本気を見せましょう。これなら見えてますよ。これ見えてますよ。もらった。これもらった。じゃあ突き抜く。本勝負。もらった。どうした。これなら。こ勝負。どうした。これなら。そこで勝負だ。どうした。そこ。どうした。私の勝ちだ、ソル。もはや不本意は語るまい。その先の力を引き出せないのは口惜しい。ジョニー vs カイ Get ready to roll。Here comes a daredevil. Who dares to enter the main? Soul Vanga. Soul versus Kai. Get ready to go. Heaven or hell. Duel. One. Let's rock. Go. ここだ。できる。
初中級者大会のエントリーね、まだまだ受け付けております。今新しい波が来たかな。私の勝ちだソル、もはや不本意は語るまい。その先の、あと事前エントリーされている方はね、エントリーの際にご申告お願いします。できれば二度手間をかけさせてしまいますので。Here comes a daredevil. Who dares to enter the mayhem? Javin's Edge.Jack O versus Kai. Get ready to roll. Heaven or hell, duel, duel, one, one. Let's rock. Duel, duel, keep on rocking.
はい、まだエントリーしてない方はいらっしゃいませんか。あと再度お知らせします。店内大変混雑しております。使ってない台には座らないようにお願いいたします。またご自分のお荷物の管理にはくれぐれもご注意ください。今度また2台ぐらい増えるらしいんでね、さらに環境良くなるとは思いますが、とりあえずは今のところはこれでお願いします。また、カウンターの前の3台ですね、 B 番台、C 番台、D 番台、上にポップが貼ってあります。そちらの台は初級者台として制限をかけさせていただいております。台制限と連勝制限かけさせていただいております。詳しくは、ポップをご参照ください。 B 番台は2段まで、C 番台は4段まで、 D 番台は6段までとなっております。戦においては Here comes a daredevil。 はい、もう間もなく、トーナメントじゃねえ、トーナメント用作戦入りたいんで、まだエントリー済ませてない方は急いで来てください。参加人数めちゃめちゃ多くなっております。まあ暑いんだけど、やっとね外もこの時間になると涼しくなってきたんで、窓を開けることによって少しね良くなっております。ラッキー。はい、今日は初級者もかなり人数増えていますんで、よろしくお願いいたします。そして A 番内はアインマン道場、アインマンの道場となっております。アインマンも18段。私のソロはもうないと思ってください。ドラゴンインストールしても勝てないし。こんなことより聞いてくださいよ皆さんね、ミカの動画見ててレンコン先生のねチップ対コチョミクの動画でちょっとチップの悲しさ儚さをこう表現した実況をしていたつもりなんですが、この実況死ねつまんねえとかちょい言われて、本当にそれは反省はするんですけどもね、ゲーセンで暴力振るったとかね、なんかそういう意味不明なコメントくれると泣きちゃいますね。はい、じゃあ名前と塩キャラをお願いします。ここだ、そこ、これなら。 3、2、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 3、2
なんこれなら、そこ、ここだ、これなら、下位置、ここだ、はっ、けら、そこ、これなら、敵、はっ、見えてますよ、これなら、見えてます、敵、しかない、これなら、付き合い、ここだ、はい、あと5分ぐらいでーす。よろしくお願いいたします。まあね、こんなわけで、まあ、うぜえなって思った時は、うぜえなことは全然構わないんですけど、ありえないこと書くのだけは、やめてくれよなってことですね。よろしくお願いいたします。それでは、人が増えてきたんでね、マジかよって信じちゃう人も、ね、ありますからね。さて、イグザードレベレーザー活用は来年の春ということなので、まあ、多分それまでは、このアーケードで何かメインでやっていただけるといいかなみたいな感じで方向性が出来上がってきたかなと思います。やったぜ。見えてますよ。なんて威力だ。見えてる。仲間や家族の存在が力を与えるなんてことHeaven or Hell, Duel 1, Let's Rock! え、今回は16チームが非常に多いので、え、 16? 今のところ半分か。 OK、 あ、中級だけでね。今回も1回戦で負けた場合は、敗者同士の、試合となる、まあ、ルーザーズファイナル的な全部ルーザーズファイナルなんだけど感じになると思います。なので最低2試合できますが、1回戦勝たないともう優勝はありませんよといった、そんな感じの大会となりますので、よろしくお願いいたします。こればかりはちょっとですね、平日の夜中に始める大会で、負けトーナメントを、ね、ガリガリやっていくのはちょっと不可能と判断しましたので、負けてしまった場合は2回戦で終了となりますので、よろしくお願いいたします。まあ1回戦で負けちゃうともう後がないという意味では、 ある意味刺激がね、 あるんじゃないかなと中級の中にも少しね、上を目指すみたいな、悔しいなみたいな感じになれる大会にはなったんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。響けライトがライトに来い。
今日はですね、101人ですね。ちょっと盛りましたね。嘘嘘嘘、ちょっと待った。80人くらい。味方ってめっちゃ広いんですよね。味方に筐体入れた時とか床にあの疲れ果てて床に倒れて寝てた時がありましたね。回転前懐かしい。これを使いとまあちょっと2台増えるとしてどこに置くかですね。横に伸ばしていくんじゃないかなって感じになりますね。多分そうしないとちょっと場所作れないかな。うっさいなって感じは、これ3枚ね、4枚ね。70超えたな。も出るって生存本能というものがあるけど、こうやって生きようとする無意識ではないんだよ。仲間や家族の存在が力を。Here comes the daredevil. Who dares to enter the main? CFP Skyrun. Batman versus Steve. Get ready to run.Heaven or hell, duel, duel, one, one, let's rock. あ、今週末行われます、今週末土曜日から行われます19、20、21のあまあミカマス的な、関東大会ですね。ちょっと名前考えてなかったのでとりあえずミカマス関東大会ということにしますが、あちょっと被ってるんで、あんま人いないかなと思ったんですけど、まあ結構人いそうなんで、皆さんぜひ参加してください。で2日目、今、こちらにいらっしゃる方たちが、まあ、主に、参加するのは2日目の新人戦だと思うんですけども、最初の、予定では14時、13時半エントリー当日エントリー確認の14時、初級者新人戦の初級の部開始だったんですけども、当日にですね、別のイベントでですね、ミカド全体のミカド大感謝祭フリープレイイベントがあります。500円で、1日なんか、いろいろなゲームやり放題みたいな感じのイベントなんですが、そちらがあって200人ぐらい参加者がいつもいるらしく、ちょっとその状況で大会を、行うのに辛いと
ということで、14時開始のところを16時大会開始とちょっとずらさせていただきます。16時に初級者新人戦初級の部開始、大体中級は5時ぐらいから開始、そして、中級上位ですね、そちら6時となって、最後に、無差別の個人戦を19時頃に始められたらなと思っております。最終的に、誰でも出れる新人戦ではない個別のシングル戦ですね、個人戦、そちらの大会が始まる頃にはある程度人もはけてるんじゃないかなという、まあちょっと怪しいんですけどね、それでもやっぱイベントと重なってはいない時間を作れると思うんですみませんが、2日目に関しましては16時開始とさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、まあ東京ゲームショーとかもあるんで、東京ゲームショー行った後に行こうかなと思ってる人とかも、その時間であれば参加しやすいんじゃないかなという狙いもあります。よろしくお願いいたします。代理エントリーしてね、まだ来てない方が結構いるので、お、来ましたね。いいやろうだ。
本能というものがあるけど、そうやって生きようとする無意識ではないんだよ。 Here comes the daredevil. Who dares to enter the mayhem? Soul Bad Guy Neo New York Bad Bad vs. Soul Get ready to run。現在首位を走る東京ヤクルトスワローズですが、現在5回の裏を終わって8対0で勝っております。ありがとうございます。勝ったな、これは優勝あるで。ヤクルトファンなんですよ実は。え、実はヤクルトファンなんですね。いやー、そんなわけでですね、もしですね日本シリーズクライマックスシリーズあったらちょっとそっち行っちゃうかもしれないんで、その時大会中止するかもしれません。よろしくお願いします。生還しただけはある。 Batman vs. Soul Get ready to run。
今日の参加者、何人いるでしょう、コメント欄当ててみてください。何人いると思いますか。初中級合わせて初級の人数だけ教えてあげる。何人いるのこれ。めっちゃいいじゃん。20人。あれ何人だっけ今日。今日何人だっけ。もうなんか正解出たからいいわ。なんだよ、なんでわかるんだよ。そう、72なんですね。あ、ありませんだ、ゼロじゃない、72です。72ってなんだっけ。はい、マイナスなの。へえ、よかったな、オタクとも。全く分からんぜ、ネタが。クって何。話すと長くなる。お前ら好きだな。なんなの、アイドルマスターって今やってるのと一緒なんでしょ。って言ったら怒られるらしいからやめときます。嘘です。そう、分からないことなんです。なんか地雷を踏み抜く可能性があるんですけど、まあ、たまに踏み抜くのもいいんで。ヤクルトのね、速攻はもうさっきしたからいいんだよね。石川今日11勝目かな。やった。すいません、本当に大変失礼いたしました。俺も野球やってるから野球とかね、サッカーとかバスケとか他の球技は興味ないんですけども、基本的には一度しないようにしてるんで興味ないからこそ、今のはちょっと失言だったとちょっとだけ思ってるんで気をつけます。けどお前らそういうノリを持ってきたお前らが悪いんだぞっていうね、アダムが言ってました。政治と宗教とスポーツは荒れる。いや、実は味方はヤクルトの話題に関しては荒れないんだけど。お、今日は斎藤佑樹勝ちそうですね。敗北の炎もこの程度。初戦覚醒が終わるまでは人の息を出ないじゃない。今ね、トーナメントを作ってるんで8時には開始できると思います。で、ね、五大進行かな。五大進行でいきます。え、ソフトバンクってもう今日出場すんの。え、貯金44だっけ。やばすぎるんだけど。パワープロなんだけど。ソフトバンクだけパワープロやってんだけど大丈夫。あれそう、やばいよ。90勝勝みたいな話で勝ちすぎてやばいんじゃない。だってあれ1ヶ月近く連敗してないんでしょ。大栄やばすぎるよ。今日西浜が負けてソフトバンクでも優勝早っ。ヤクルトまだね、14試合とか残ってまだ首位争い面白いけど、ダイエットが俺も正直なの。福岡にあとダイヤもなくなるの、マジで。イオンになるの。本当だ。今年超面白い、やばい。そうか、まず9連敗した時はマジ終わったと思ってたけど、着いたら勝利なんだな。ジョニー超楽しい。もしヤクルトが優勝したらそうだな、参加費倍にしようかな。貸したものは返す。
Duel. Duel. Three. Three. Turn up the heat.今日の大会も準優勝大会は順番が固定となっておりますので、まあ同じレベルで対戦できるようにはなっております。ただどうしても人数のバランスですね、初級中、あ、中級の中でもその難易のバランスがありまして、最初の方に強い人が出てきてしまう場合もあるかもしれません。その場合はご了承ください。なるべくそういったことがないように、1回戦は特に気を使って、チーム戦チームを、作っておりますので、よろしくお願いいたします。ヤクルト負けろって言ってるやつはバンにしときましょうね。はい。Heaven or Hell, Duel, Duel, One, One, Let's Rock! Here comes a daredevil! Who dares to enter the Mayhem? Sakura 1.お前鍵持ってるだよな。じゃあ、それなんだろう。何番台だあれ。 B、C、D、E、F、G 6セットやな。いや、ここ合わせて7。それではですね、A 番台、今スクリーンのマルハンさんのやっているライト、運営席から見て6セットですね、B、C、D、E、F、G ですね、合計7セット大会台として使用いたしますので終了でお願いいたします。で、お手伝いさんが、行って乱入しないように、行ってくれると思いますので、お金は入れないでください。で、大会に参加している常連さんもですね、お金を入れようとしている人がいたら止めてあげてください。よろしくお願いいたします。こちら6セットですね、通路を挟んで3セット、B、C、D、E、F、G、こちら全て大会台となりますのでよろしくお願いいたします。参加者が70人も超えるのにいないキャラがいるらしいですね。さあ、今回どのキャラがいないでしょうか。コメント欄当ててみてください。最初に当てた人に何も起きません。ではさようなら。はい、じゃあこっち6セット全部で終了です。みんな外れで受けるな、これ。Heaven or Hell, Duel, Duel, One, One, Let's Rock! Duel, 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 Duel
turn up the heat. なんと今日はポソムキンがゼロです。それではですね、あ、トリッポネさん、ごめんなさい、そこは運営スペースとりあえず、トーナメントの表、トーナメント表の方が出来上がりましたので、呼んでいこうかと思います。あ、お金だけくださいもらったっけ、もらったな、ごめんなさいそうですね、ごめんなさい、勘違いです。今日はね、中級大会の方は52人17チームとなっております。まず最初、中級の方は5大進行ですね。 C 番台からいきましょう。 C 番台、バリさんの名誉対象にオリジンさんのベッドマン、就活さんのイノですね。バリさん、オリジンさん、就活さん、オリジンさんはやってる、オリジンさん、あ、いた、やってる。その辺で指さしてる人がいる、多分ね、そこの台の向こう側でやってるベッドマンの人。ですね。ごめんなさい、失礼しました。対戦相手ですね。シミさんのメイン、ナスホタルさんのアクセル、トリッポイノさん、ラムレザルです。はい、1、2、シミさんもやってそうだな。あ、いる？シミさん、ここ手上がってる2人いるんで、これチームになります。
最初に呼んだ人が大将、次呼んだ人が中堅、最後に呼んだ人が先鋒となります。お願いします。バリさん、しみさんと、じゃんけんして C 番台ですね。オリジンさん終わったら開いた、オリジンさんこちらの、はい、こちらのお二人がチームメイトです。はい、次、あとは順番に呼んでけばいいのか。D 番台、あつしさんのチームですね。あつしさんのミリア、天雷さんのイノ、なぎさんのアクセルのチーム、この3人は大丈夫かな。あつしさん、天雷さん、なぎさん、 D 番台、対戦相手はカステラさんのザト、武藤さんのソル、高橋さんのラムレザルになります。カステラさん、武藤さん、高橋さん、武藤さんいる、カステラさんじゃない、高橋さんがいる、カステラさん、カステラさんがいた。カステラさんね、向こうの両替機のあたりで手頑張ってあげてる。あつしさんのチーム、あつしさん、天雷さん、なぎさん、天雷さんいる、天雷さんはどっかでやってる。D 番台なんでよろしくお願いします。カステラさんが多分あっちにいるんで、決めといてください。 D 番台、この島の一番奥。はい、次、E 番台行きましょう。 ABCD、 E 番台、奥の島の手前側、コロポックリチーム、コロポックリさんの回、カギンシンさんのベッドマン、ヘムロックさんのジョニーですね。ヘムロックさんでいいの読み方、これ呼び方っつうのかな。まあ いや、コロポックリさん、カギシンさん、ヘムロックさん、はい、だはい、そちら3人チームになります。対戦相手、小竹さんのシン、斉藤さんのジョニー、十字松さんのジョニー、はい、了解。じゃあそれで、ね、ここにしようか。はいはいはい、ここね。ポジムキン使いが1人増えたんで全キャラ揃いました。はい、次、大丈夫かな。コロポックリさんのチームと小竹さんのチームは揃ってますか。確認してませんでした。コロポックリさんチーム大丈夫ですかね。コロポックリさん大丈夫、大丈夫、チーム揃ってます。カギチンさんと、はい、いいですね。次、小竹さん、小竹さん、斉藤さん、十島さん、リネコさん、あ、いた。あそこでペットボトルかけてる人が、何さんだっけ、十島さんです。コロポックリさんのチームとの対戦になりますので、 E 番台でお願いします。じゃあ次、はい、じゃあF 番台、奥の2つ目の島の真ん中ですね。急遽1人増えて、太郎さんですね。太郎さんのチームですね。太郎、ポチョムキン、天武使い、ピノチップ、福アクセルチーム。太郎さん、天武さん、ピノさん、福さん。はい、4本手上がりました。同じチームになります。対戦相手、あ、石丸さんのチームになります。石丸チップ、オサームチップ、サオースレイヤーチームになります。中級のチップはこの台に全て集まりました。石丸さん、オサームさん、サオさん、オサームさん、サオさん、あ、いた、3人揃いました。太郎さんと F 番台での対戦になります。CDEF だからもう1試合できるわけですね。素晴らしい。 G 番台、野良猫さんのレオを対象に、イグさんのメイとタイラン・レイブンさんのソロになります。野良猫さん、イグさん、タイランさん、野良猫さんいる、タイランさんとイグさん上がりました。当て、タイランさんがそちらにいて、イグさんもですね。はい、そちら3人チームになります。対戦相手、ランズさんのミリア、早本さんのレオ、パヤさんのベノム。ランズさん、早本さん、パヤさん、3人揃ってるかな。3人手上がりました。一応合流してください。同じチームになります。
で、そこにランズさんいるんで、野良猫さん、ランズさんとじゃんけんして、G 番台、この2つ目の島の一番奥ですね、そちらで、台の方、1P、2P の方決めておいてください。はい、じゃあ残りのチーム、すぐに試合をしないチームを呼んでいきますので顔合わせお願いします。まずは平岡チーム、平岡海、ネアクセル、カメラ新チーム、平岡さん、姉さん、カメラさん、カメラさんいる、姉さんもどっかいるかな、まあ、姉さんは合流しといてください。平岡チームです。はい、次、羽屋チーム、羽屋エルフェルト、坂本、佐藤、博士会、羽屋さん、坂本さん、博士さん、そこにいるのは羽屋、手3本上がりましたね、羽屋さん後ろの方に2本上がってます、合流しといてください。はい、次、マルハンチーム、マルハン、ソル、カメゴ、ベノム、ヤディメイ、マルハンさん、カメゴさん、ヤディさん、この3人はわりかし大丈夫かな、マルハンさん、カメゴさん、ヤディさん、大丈夫、まあこの3人は大丈夫かな、マルハンさん、ヤディさん、カメゴさん、合流しておいてください。次、モガチーム、モガスレイヤー、AQM、ジョニー、メフィスト、ミリア、モガさん、AQM さん、メフィストさん、メフィストさんがいて、AQM さんがいて、モガさんいる、はい、3人、そちらチームになります、すぐには試合はしませんが、顔合わせお願いします、はい、次、エタロー、シン、ソーヤ、ザトウ、キャロム会ですね、エタローさん、キャロム、ソーヤさん、キャロムさん。はい、3人揃いましたね、こちら合流しておいてください。はい、次、4人チーム2つ目になります、ブッブンコウさん、銀次さん、アダムさん、ヒッシーさんになります。ミリア、カイスレイヤー、メイ、ブッブンコウさん、銀次さん、アダムさん、ヒッシーさん、手が3本上がった、いないのはヒッシーさん、ヒッシーさん、ヒッシーさんいらっしゃいますか、あ、いた、やってる、向こうでやってる、G の隣か、ちょっとね、アダムさん顔合わせだけしといて、一番奥の人、あそこの一番奥の人だと、メガネの方ね、はい、最後、いや、顔合わせので、最後、O2 さんのチームですね、 O2 さん、バコさん、ともきさん、はい、大津さん、バコさん、ともきさんいたらやってるのかな、大津さんがいなくて、あ、大津さんはやってる、大津さんとバコさんとともきさんですね、バコさんがいらっしゃいます、ともきさんと大津さん、ちょっとチームの顔合わせだけお願いしたいです。ともきさんですね、そちら、お二人チームになります。オーツーさんはどこ行った、いる、アダムさん顔、紹介しておいて、以上で中級、あ、オーツーさん、そちらのお二人がチームになります、このお二人、バコさんとともきさんね、はい、以上で中級の呼び出しは以上になりますが、まだ呼ばれてないっていう中級の方います、いないですかね、はい、じゃあ次初級の方呼び出していきます。はいはいはい、じゃあね、あれともきさんって初級でしたっけ、中級でしたっけ、ごめんなさい、ともきさんって、あ、ともきさん初級でしたよね、あ、ごめんなさい、あ、ごめんなさい、アダムさん、ごめんね、アダムさん移動、大津さんのチーム入ってください、ちょっと一人二重でカウントしました、
ごめんなさい、オツーさん、あのアダムさん代わりに入れますんで、あのコキ使ってあげてください。で、ぶっぷんこさんごめんなさい、アダムさん抜けます。あ、大丈夫、ともきさんいるから大丈夫。オツーさんごめんなさい、あのともきさん抜けてアダムさんが入ります。はい、じゃあごめんなさい、出しました。初級の方ですね。初級 A 番台はシケタさんのジョニーとヨークンさんのジャッコになります。シケタさんとヨークンさんいらっしゃいますね。 A 番台、1P、2P 決めて、着席をしてボタンを押さずにお待ちください。次 B 番台、ポチさんのエルフェルトとハリさんのスレイヤーですね。ポチさんとハリさん、あざす。ポチさん、ハリさん後ろかな。はい、じゃあこちら目の前 B 番台になりますね。 1P、2P 決めて着席してお待ちください。初級も確認のために名前だけ呼んどきましょうか。リンさん、キムンさん、キトさん、銀河さん、ライサさん、タシーさん、ミカンさん、柏木さん、ケラクさん、ニンタブさん、ジローさん、エソキューさん、伊藤さん、上村さん、トモキさん、コナユキさん、以上、初級で呼ばれてない方いらっしゃいますか。大丈夫ですかね。じゃあ全ての台の着席が確認できたら始めていきたいと思います。ちょっと待ってね、大会の宣伝をツイッターでしてから始めます。はい、大会の方始める前にですね、ルール説明の方させていただきます。 A 問題の方は、まあ初級の方は特に、難しいこと考える必要はないんですけども、中級者大会に関しましては1回戦で負けた場合の負けトーナメントがあります。2回戦に進んで負けてしまった場合はもう終了です。1回戦で負けた場合はですね、敗者トーナメント、まあルーザーズですね、ルーザーズに落ちるんですけども、ルーザーズから勝ち上がることはできません、ルーザーズに落ちてしまった場合、勝っても負けてもその試合で終了となりますので、負けてしまった場合は最低2試合を消化して終了となりますので、2試合が終わるまではですね、チームメイト3人揃って、行動してください。そしてね、先方中堅大将すべて、順番決まっておりますので、あの必ずその順番に、従って、出てください。はい、よろしくお願いします。じゃあそれでは9月16日水曜初中級者大会始めていきたいと思います。スタートボタンを押して始めてください。どうぞ。ありがとうございます。いやー、ちょっとね、先々週が80人超えて、先週が雨とロケテストの影響で40人に落ち込みました。で、40人に落ち込んですんげー楽だなーと思ってたんですけど、前作まではね、40人で大変だなって言ってたのを考えると成長したなと思います。で、今回は70人ちょいですね。72か73か72、まあそんなわけで、まあ、最近はちょっと初級厳しくなっております。初級で、まあ、結果で優勝したら上に上げるっていう単純なものではないんですけども、まあ、俺から見てもう中級行っても大丈夫そうだなと。ただ中級に行った時はですね、先行枠というのを土曜日と同じように作っておりますので、試合内容を見て、中級の先行枠で行けそうだなっていう判断した人は次回から中級に出てもらうことがあるかもしれませんので、皆さん頑張ってください。で、 A 問題はですね、シケタジョニーに対してはヨークンジャック王です。あ、木曜になっちゃった。水曜です。急いでやったから、ちょっと木曜と水曜間違えましたね。一段、まあ気にしないで見てください。さあ、どちらも新キャラクター同士の対戦となっておりますが、まあ、ジョニーはですね、まあ、今回追加されたイグナートから始めた人は新キャラクターですね、非常にリーチが長く、ミストキャンセルの隙を消すという、ね、かなり特殊なキャラクターとなっているんですけども、まあ、伝統的に、
弱点としてはその転生技に弱いんですね。ジャックをですね、サンハイスラー、このスライディング攻撃があります。これをステップに合わせたり、ミストキャンセルをステップに合わせることで相手の攻撃を少しずつダウンロードができるんですね。ただ今回のソニーはそれを読んだ時にミハイスラー、空中判定ミハイスラーなので潰すこともできますので、ちょっと怖い読み合いにはなっていますが、基本的にはこのサンハイスラーをメインにどんどん振っていくだけで、ちょっとジョニー側としては考えなくちゃなっていう感じになりますね。さあ円安、そして意外とこの円安が非常に使いやすい、意外とじゃないか、横に曲がってとりあえず振っとけっていう感じの編成としてはいいですね。さあ投げて立って DS からコマ投げドーンと決めて勝ったのは、ヨウキュンジャック王ですね。おめでとうございます。続きまして A 番台柏木さんの回とみかんさんのエルフェルト A 番台です。どのタイミングで停止性技で潜っていいかわからないっていう場合はですね、一つの目安として、ジョニーがコインを投げた瞬間に、停止性技を振ると潜れることが多い気がしますね。コインを投げたのを見てからボタンを押せばね、それ以外の暴れ潰し来た時に読み間違えて食らうってことないんですけど、コインは発生は早いんですけども、着弾するまで、結構長いんで、最低ジョニー側もコインを見てから訂正技で暴れたのをフォルトキャンセルとかで、返すっていう流れになるんで結構めんどくさいですね。友樹さんの回と粉雪さんのシーン B 番台でお願いします。今回のマップハンチは全然普通に潜れちゃいますね。結構普通にきついですね。パンチきついなんですね。直用すると立ち切りでプレイするんですけど難しいですね、初級者大会だとね。みかんさんのエルフィルト対柏木さんの回ですね。 A1 台そしてこの組み合わせですが、エルフィルト側はどうでしょうね。まず覚えるのはこのトラバイを構えた状態の画面端のコンボですね。とりあえずこれ覚えておけば、しっかり完走できるようになればもう初級は卒業でいいんじゃないかなってぐらい、かなり脱出困難な連携ですね。ただ今柏木さんですね、しっかり、ガードしてデッドアングルで回避という感じで切りました。これかなり正解ですね。崩すっていう行動があるんですけども、それ以外に関してはバックステップだったりジャンプだったり、不用意な行動を取ってしまうと削りのダメージ以上に、とんでもないダメージを食らってしまいますので、基本的にはガードしておくのが正解だというふうにですね。彼はライド・ザ・ライトニングもありますので、ライド・ザ・ライトニングをもう読み切ったのをぶっ放したのも全然大事です。ちょっとね、削りのダメージもありますので、その削りのダメージも気にしつつ触っていきたいなという感じですね。この連携を覚えるだけですごいきついですね。さあ、そう、忘れていた、ブリッジシールド、今回、ザメ技になって、ただ、相手身を取るだけではなく、攻撃に行くこともできますので、本当にどうしようもなかった場合は、立ちブリッツはいいかもしれませんね。フォルトで距離を離して前に出たいところで足払いなど下段攻撃を置くっていうのが対策ではあるんですけども、ちょっとね、削りのダメージ怖いですよね。けど削りのダメージと削るとどっちが痛いかって考えたら、当然こうやってその方がでかいので、今みたいに距離を離して暴れてるのは暴れてるだけなんですよね。結構難しいですしかしラストアタックジャンディジャンディからペシペシペシとしっかりコンボを決めて勝ったのはなんだっけ、みかんさんのエルフェルトですね。おめでとうございます。私の勝ちです。ここにサインをください。なんていうの、インタブさんのチップとジローさんのジョニー A 番台でお願いします。次 B 番台どこ、シケタさんのジョニーと、ポチさんのエルフェルト B 番台でお願いします。で、再開者じゃないですか。
難しいけど、下手に暴れてフルコンもらうよりかは今の方が良かったのかなとは思いますね。結構難しいですけどね。距離を離したときに上に飛ぶか足払いを振るかみたいな感じでしょうかね。足払いからリピート系か。上半身の時はなければ技振れるんですけど、ちょっと怖いよね。直下したら投げなんですけど、なかなか狙ってやることも難しい。さて、続きまして、なんと、ニンタブさんのちょっとジローさんのジョニーですね。基本的にはですね、カードは必ず使うようにしてもらっているんですけども、今回6ブーストが、ありまして、その6ブーストで使ってしまった場合はね、ノーカードにしないとダメですね。ノーカードじゃないね、もう今回のバージョンで使えなくなっちゃうんで、それまではまあ、リーダーでは使えないです。ポチさんのエルフェルト対シケタさんのジョニー、 B バンダイで試合です。手を挙げて、はい、じゃあそちらで試合です。さあジャンディ、ここはジャンケー D とつないでいきたいところで、バッカーアルファブレードから電動置き攻めはちょっと乗り込んでいませんでしたが、逆にラッキー TTKTS から刻んでちょっと難しい、立ち合いからバンザイ、ちょっと難しい、手で取って、アルファこれは効いてきますよね。2手足払いからこれバースト、ゲージが 50% 使ってしまいましたが、ここはね、さらにデッカンゲとかも使っておくといいかもしれませんね。さあ第2ラウンド、上からかぶせます。ジョニーは、ジャンプ攻撃にそこそこ強いんですけど、ジャンプが高いんで結構見てから耐久されること多いですね。しかし見てから耐久しようとするとスライハンダーの、飛び道具の部分で返されてしまうということもありますので、相手のゲージを見つつ耐久を選んでいくといいですね。ジョニー耐久する際はジョニーの真下にいると先ほど言ったようにスライハンダーを食らってしまうことが多いので、1キラ分離れた状態で耐久を狙うとかするといいかもしれませんね。おお、さあジョニーのジョニーとか運転の方を決めて、上海 TK 足払いからちょっと頑張ってね、戻りジャンプ K、 そして勝ったのは、ニンタブさんのチップ、おめでとうございます。続きまして A バンダイどんどんいきます。キムさんの回と木曽さんの回、 A バンダイです。勝負知ったやつ、1% の希望にかけるやつを笑うだろ。はい、背景の文字に関してツッコミをいただいておりますが、間違えたと、気づいておりますので、あんまりね言わなくても大丈夫です。Heaven or hell, duel. Let's rock. さあ、キムさんの回と、キさんの回ですね、同キャラ戦。どっちか、キムさんが、ちょっとなんかしっかり白く光ってる方ですね、発光してる方で、茶色い髪の方が伊藤さんですね。さあ、同キャラ戦は、おお、赤くなってる、そして B バンダイ勝ち、こちらのエルフルトおめでとうございます。シケタさんはもう一度かな。で、B バンダイ、次郎さんのジョニーと小野幸さんの新 B バンダイお願いします。さあ、芝居から2P から、ああ、速攻クラップショー追いかけて、下で待ち構えるジャンプ S、 おすすめ前ハイ、キングス前ケース、スープシェイです。素晴らしい。まず取っていかない、1本の回、また回復するのマジで、さあ 2P 安い、1名前ハイからコパンタスケー、キングス前ハイ、スパイチ、ジャンケーから追い返して、さあもう一
ストチャージを重ねて振り乗せば行き過ぎましたがガード成功キングス2杯ウェイパースラストキングス2杯ウェイパースラストチャージを決め今回ねチャージは先端部分が画面端に出た時点でねもう多段ヒットですがなくなってしまうみたいですね前から行ってるんですけどもやっぱりちょっと後ろに下がって前に重ねればいいかもしれませんねあるいはキングスうまいじゃあはい、重ねて助け、足場で出せないスピードここで攻めますが、グリードセバーをしっかり落としている出さずにから右ダウンですから、ダッシュアタック、かしたい画面封鎖を落としたいが、落として、はいはいさあ、中間距離うわー、飛べば非常に強い選択肢がありましたが、ここは届かず足元に雷を落ちてきてここは黄色キャンセルが何かしようとしたところ一瞬ショッピーで漏れてしまいました勝ったのは、キトさんの回ですねおめでとうございますライスさんのソルと、タシーさんのソル A 番内ですD 番台終わったっぽいぞ D 番台羽根屋チーム対マルハンチーム A、B、C、D 番台でお願いしますなんかやりたくなったさあライスソル対、タシーソルライスさんが青ですねノーマルカラーが、タシーさんソル同キャラ戦はちょっとよくわからないですねあんまり得意じゃなかったんで進んでやりたくなかった組み合わせですかそうですねジャンプハイスだとジャンプ P かなジャンプ P を少しだけ高いジャンプしてから相手の頭ぐらいの高さで出すジャンプ P が強かった気がしますねグーチダッシュ 8K の上を通って殴れるみたいなで相手にも突かすみたいなそんな感じでしたねジャンハイを前ジャンプ、ジャンハイって先出しすることによって攻撃判定のバリアを出すそんなような印象でしたねじゃあ D 番台 OK かな羽根屋チーム対マルハンチーム OKOK おいおいヤシバダイリボルバーがねちょっと距離離れちゃうと当たんないんでね少し難しい組み合わせな気もしますD 番台引き分け先やっちゃいます勝った負けでもラストでシケタさんのジョニーとジローさんのジョニー B 番台同期らせんモガチーム対、